6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は5ヶ月目に入ったんだけど、ウクライナ軍の進撃速度は遅々として当初の計画ほどの進展が見られていないとされ、西側諸国のメディアなどの間では一部にウクライナ軍の反転攻勢は失敗したとの声まで上がっているね。しかし、それでも南部ザポリージャ州では鉄道交通の要衝とされるトクマクを守るロシア軍が、幾重にも重なる塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用障害物などによって構築された30の防衛ラインのうち、第1防衛ラインを突破してロボケネを突破して第2防衛ラインに到達したとの情報もあって、わずかながらでも前進していることが確認されているらしいな。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャにおいて、ロシア軍補給線の遮断を画策している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このザポリージャ州における反転攻勢の攻撃軸の目標はトクマクのさらに南約 60km にあって、アゾフ海に近い要衝の町メリトポリの奪還とされているのだが、ここまでの進撃速度ではこの冬の訪れまでに到達できない可能性の方が高いと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリ奪還を目指すのは、ロシア本土からドネツク州を経てアゾフ海沿いをヘルソン州までつながる補給路としての陸の回廊を遮断することにあり、このことで2014年にロシアにより一方的に併合されたクリミア半島に駐留している、ロシア軍を兵糧攻めにして弱体化させて撤退を促し、最終的に奪還することにあるってわけ。メリトポリはアゾフ海に面してはいないものの、南にあるアゾフ海まで都市はなく北東のペルジャンシクと南西のクリミア半島をつなぐ幹線道路上にある要衝だよね。ウクライナ軍がメリトポリを奪還しない限り、クリミア半島のロシア軍は半島東端のケルチ海峡にかかる、半島とロシア本土のグラスノダール地方とを結ぶクリミア大橋が攻撃されて通行不能になったとしても、補給路が確保されウクライナ軍の目的は果たされないってわけだな。そのために、一部の西側メディアや軍事専門家は進捗を見る限りではウクライナの反転攻勢作戦は失敗するとしているのであるが、これについてはウクライナ軍がメリトポリに到達できなかったとしても失敗とは言い切れないとする見方もあり、その理由として、ロシア軍が兵站補給路として最も重要としている鉄道がアゾフ海沿岸を通らず、ペルジャンシクから内陸のトクマクに向けて大きく迂回していることが挙げられているぜ。つまり、メリトポリまでウクライナ軍が進出できなくとも、トクマクを奪還することでロシア軍が頼みとしている鉄道を抑えることができ、ヘルソン州南部やクリミア半島への補給の大半を遮断することになるのというのがその理由だな。しかしながら、そのトクマクまでにはまだロシア軍の防衛ラインが残されていて、ウクライナ軍がそれを突破するにはかなりの時間が必要と見られているぜ。ただ、ウクライナ軍にはアメリカから供与された、高機動ロケット砲システムハイマースやイギリスなど北大西洋条約機構NATO から供与された、同じくアメリカ製の M270 の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程距離90グムとされる GPS 誘導タイプのグーディドマルティプルローンチロケットシステム G マースロケット弾 M31 があり、その他にも同じく NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、アメリカ製の長射程 GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどもあり、ロシア軍の榴弾砲やロケット砲の射程の後方から兵站を精密に攻撃することが可能なんだ。ウクライナ軍がザポリージャ州の戦線において、ドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャーにといった新世代の主力戦車をはじめとする、西側諸国から供与された最新型の歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車などが配備された第47機械化旅団や、第82空中強襲旅団といった新編成の虎の子的な強力な旅団がこの夏、多大な犠牲を払いながらもロボケネ近郊まで進出したことによって、トクマクを走る鉄道路線を砲撃できる射程内で安全な場所を確保したことになり、兵器や弾薬を輸送する列車への攻撃が可能となったことだけでも反転攻勢作戦は成功したとする見方もあるよ。さらにウクライナ軍には、イギリスとフランスが共同開発した、
射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG なども、ロシア軍後方の兵站施設や輸送路攻撃に使用できるほか、9月22日にはアメリカのバイデン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領がこれまでその供与を再三再四依頼していた、300km 等長射程を持ち、ハイマースや M270 などのマースから発射できる地対地ミサイルエイタクムスを供与することが決定されたと報じられたんだ。アメリカ軍が運用しているエイタクムスは 300km もの長い射程を持ち GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルで、正式名称は MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスだね。このエイタクムスは、227mm ロケット弾 M26 と同様に、面性圧用クラスター小爆弾 M74 を多数搭載するタイプと、6から13個の無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT によって装甲車両を破壊するタイプがあり、BAT とは発射された後にミサイルの弾体から切り離されると主翼を展開して飛行し、滑空しながら内蔵されている音響センサーや赤外線センサーなどによって、あらかじめインプットされている目標を捜索して攻撃する誘導式爆弾で、弾頭にはタンデム式成形削薬弾2個の削薬を時間差で爆発させ、1個目で複合装甲を破壊し、2個目が車両の内部に高熱の爆風を起こすが搭載され、戦車などの装甲戦闘車両や防御された軍事施設の破壊に用いられるよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、戦車などの戦闘車両だけでなくロシア軍の後方部核にある兵站施設や、補給路なども攻撃可能なこの 300km 射程の長距離ミサイルの供与を強く望んでいたが、アメリカのバイデン大統領はこのミサイルを提供することでロシアのプーチン大統領が、核兵器の使用に踏み切る可能性を懸念して供与を拒んでいたんだよな。しかしプーチン大統領は、バイデン大統領がロシアを刺激して戦争がエスカレートするとして拒んできた。新型主力戦車の供与決定に対しても、戦車よりもゼレンスキー大統領が供与を切望する。アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンをオランダやデンマークが提供するとの決定に対しても、特段の反応を見せなかったぜ。そしてさらに、射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG の提供についても、プーチン大統領がリアクションを見せなかったため、ついにバイデン大統領はエイタクムスの供与を決め、NATO 諸国の F-16 の供与を承認したってわけだ。このバイデン大統領の弱腰ぶりには各方面から批判が上がり、バイデン大統領の読みの甘さを指摘する声が多いらしい。また、エイタクムスの提供以前にウクライナへ供与される長射程兵器として発表されていた、同じくハイマースなどのマースから発射可能なロケット弾で、射程距離 150km の地上発射型小型爆弾システム GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボムについてはその後続報がないものの、また、西側諸国のメディアや軍事専門家の中で、ウクライナがトクマクを奪還したとしても、ロシア軍は新たにアゾフ海沿岸に鉄道を敷こうとしているとの声が上がっているが、いかにロシアといえどもマリウポリからメリトポリまで海岸沿いの湿地帯が多いおよそ 200km の距離に、鉄道線路を施設するのは容易ではないよ。また、ウクライナにエイタクムスが供与されれば、ウクライナ軍はこれまで以上に安全な場所からメリトポリへの攻撃が可能となり、この先ウクライナ軍がトクマク奪還に手間取ったとしても、いつでもクリミア半島への補給を遮断できることになるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。クリミア大橋へのウクライナ軍の攻撃が激化する中、ドネツク州南部のウロジャイネでロシア軍をついに撤退させたとの情報を入手したよ。ロシア本土でも爆発やドローン攻撃など激増しているし、ロシア人自体が海外へ出国しているからな。このままだとプーチンの終わりも近いと思うぜ。そうだね。さて今回は、ドネツク南部ウロジャイネの戦闘について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けている戦線の一つ、
ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部を流れるモクリアリー川沿いの戦闘では、スタロムリニフカの北にあるウロジェイネをめぐる攻防戦が激しくなっていることが伝わっているね。8月12日にスタロムリニフカ方面のロシア軍に従軍しているとみられる軍事特派員が、ウロジェイネをめぐって激しい戦いが続いているとして、ウクライナ軍は小編成の部隊を最前線で活動させてロシア軍砲兵部隊による反撃を誘い出し、その位置を特定した上で叩き本隊を我が軍の陣地に送り込んでいると、ウクライナ軍のこの地域における戦術を報告したんだ。そしてこの特派員はさらに、このウクライナ軍が実施している戦術は、砲兵部隊が自由に攻撃できるように優勢を保っている場合のみ可能なもので、我が軍がこの状況を打開できなければウロジェイネを失うかもしれないと指摘して、モクリアリー川沿いの戦い全般においてロシア軍は不利な状況に置かれているとして戦線が破られる可能性を示唆したぜ。さらに12日の夜にもこの特派員からの報告があり、ウロジェイネはウクライナ軍によって奪還されつつあって状況は極めて我が軍に不利だとして、敵はウロジェイネ集落内にある村役場にウクライナ国旗を掲げようとしたものの、我が軍砲兵部隊から砲撃を受けて撤退したとしながらも、ここまでウクライナ軍の攻撃に耐えていたのにかかわらず、ここに来てウロジェイネ集落を失うのは痛恨の極みであり、我が軍が敵を押し戻すことに期待しつつも、この苦しい戦況を現実的に受け止める必要があると述べていることから、ウロジェイネが解放寸前の状況にあるのはほぼ間違いと見られているな。インターネットや SNS に上げられている動画や画像などの視覚的に確認できる情報によれば、ウロジェイネの集落の中心部をウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両が走行していることが確認されているよ。その他にも、ウクライナとの戦争にロシア側として参戦しているルシッチ、ドネツク州の新ロシア極右主義者で構成された破壊工作や攻撃偵察を実施している集団が13日、ウロジェイネは残念ながら放棄されたとウロジェイネの集落からロシア軍が撤退したことを告げているんだ。ルシッチによると、ウロジェイネの集落の防衛に失敗したい原因はロシア軍第36軍の兵士たちの戦闘意欲が欠如していたためであると指摘し、所属する第37旅団の戦車大隊は、ウロジェイネを支援せよとの命令に対して、出動しても敵に破壊されるだけだと主張して、ウロジェイネでの歩兵部隊支援を拒否し、同旅団の歩兵部隊もまたウクライナ軍の攻撃に対抗するだけの戦力が足りないと主張して、10日までに集落の東側にある防衛に適した森林ゾーンから撤退してしまったと、ロシア軍の戦意が欠如していることを指摘して非難しているみたい。そしてさらに、第37旅団は実際には旅団の半数以上が後方から出てこようとしないのは、酒を飲むのに忙しいからなのではないか?と皮肉を交えながら報告しているんだって。また、さらにロシア側からの情報発信が続いていて、13日にはウクライナ海軍歩兵部隊の第35旅団と第37旅団が同陸軍の第55砲兵旅団と第1戦車旅団の支援を受けながらウロジェイネの北部に陣地を築いたとしながらも、一部のロシア側情報からウロジェイネからロシア軍が撤退したとの報告が伝えられているが、我が軍は依然としてウロジェイネの南部分を維持しているとした上で、ウクライナ軍司令部がウロジェイネの完全支配を確立せよとの命令を現地部隊に発しているとして、今後このウロジェイネ集落をめぐる戦いが激しくなっていく可能性が高いと主張したぜ。このロシア側からの情報が示唆している現在の最前線の位置は、ウロジェイネの東側で抵抗を続けていて突出部となっていたロシア軍部隊が後退し、集落内でも両軍が入り乱れているグレーゾーンになったとして、ウロジェイネ集落をロシア軍が支配できていないことを示しており、動画や画像などの視覚的情報からもウロジェイネの中心部付近でウクライナ軍の戦車が、ロシア軍に向けて発砲する様子が見られたほか、集落の真ん中を北から南に貫いている大通りでウクライナ軍の装甲車両が進軍している様子や、集落の東側にあるとされるロシア軍陣地に対して、ドローンから爆弾を投下して攻撃している様子のほか、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって、ウロジェイネの南にあるザビトネバジャンニャからウロジェイネに向かって徒歩で移動しようとした、
小隊規模のロシア軍兵士を攻撃する様子なども確認されているな。ここで注目すべきは、これらの情報がいずれもロシア側から発信されたものであり、ロシア軍がドネツク州南部からアゾフ海にある港湾都市マリウポリに通じる、モクリアリー川沿いの戦線において押されており、ウロジェイネがもう間もなくウクライナ軍によって奪還される可能性が高いとされていることだろうね。このことについて、これまで同じドネツク州のバフムート近郊の戦況を毎日ように戦況を上げていたウクライナ側からは特段の情報はなく、わずかにウクライナ軍のタルナフスキー司令官が12日に、タブリダ地域ザポリージャ州やヘルソン州とクリミア半島などを含む地域において、解放した領土があるとしているが、その詳細については明らかにしていないなどほとんど沈黙を保っていたんだ。しかし、14日になってウクライナのマヤル国防次官が、我が軍はウロジェイネで成功を収めたことを明らかにしたほか、15日にはウクライナ軍参謀本部がそれを受けて我が軍はウロジェイネでの成功を収め、押し上げた前線を固めつつあるとしているが、いずれもウロジェイネを奪還して解放したとは伝えておらず、集落の周辺では戦闘が継続しているものと思われるぜ。しかしロシア側からはウロジェイネを失ったとする情報が発信されていることから見て、ウロジェイネがウクライナ軍の勢力下にあることはほぼ間違いないとの見方が広がっているみたい。先出しのロシア人軍事特派員が14日に、我が軍はウロジェイネでの敗北を急いで認めなければならない理由は全くなく、現地司令部では現在のこの複雑な状況を打開する手段を講じている最中であると述べ、現在のウロジェイネ周辺の地域の空はドローンや砲弾、それらによる爆発で発生した煙で覆われており、互いに少しの休息を取った後に再び激しい戦いが再開されるだろうとしていたけど、15日には両軍とも持てる全てを昨日の戦いに投入したために、現在は束の間の静寂が生まれていると改めて戦闘が小康状態になっていることを伝えた上で、我々はウロジェイネをウクライナ軍に譲ったが、敵がウロジェイネを占領するために投入した戦力の大部分を粉砕して消耗させたと主張して、ウロジェイネがウクライナ軍によって奪還されたことを認めつつも、ウクライナ軍に多大な損失を強いたことを強調しているんだ。このロシアの特派員の報告には動画や画像などの視覚的な証拠がなく、ウクライナ軍にどれほどの損失を与えたかの確証はないが、ウロジェイネの集落からロシア軍が撤退してウクライナ軍が奪還している状況を認めていることが西側の関心を集めているぜ。また、一度はウロジェイネから撤退したロシア軍は、体制を整えて攻勢に出る準備をしているのではないかとの見方も出ているが、これまでのこのようなケースでのロシア軍の動きを見てきた限りではその可能性は低いとする声が多いな。ドネツク州南部での前進は反転攻勢が開始されて以降、ウクライナ軍は強固な防御陣地にこもるロシア軍の抵抗を排除しつつ、高密度に設置された地雷原を処理しながら遅々とした歩みを見せているが、やがて訪れる二度目の冬までに、どれほどの国土を奪還できるかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月初旬に反転攻勢作戦を開始したウクライナ軍はいくつかの攻撃軸で攻勢に出ているものの、南部ザポリージャ州のオレホボから南のトクマクを経てメリトポリの奪還を目指す部隊は、ロシア軍が構築した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用の障害物による見えの防御ラインと、尋常でない密度で地雷が埋設された地雷原に悩まされ、進軍速度が遅いことが指摘されていたんだ。しかし、ここに来てオレホボの南にあってロシア軍が拠点としていたロボティネを奪還してからその進軍速度に弾みがついたとみられ、イギリスの BBC 放送による報道やロシアの軍事ブロガーがテレグラムに投稿した情報によると、ロボティネの東にあるベルボベにウクライナ軍が大規模な攻撃を仕掛けているとされ、同集落では火災が発生しているというぜ。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で戦線を拡大している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、BBC 放送は衛星画像から、
8月30日の時点でウクライナ軍がベルボベの西に到達していることが確認できたとしているよ。またロシアの軍事ブロガーは31日に30日の午後、ウクライナ国家親衛隊の第15特務旅団が砲兵部隊と、ウクライナ空軍のスホイ25の支援を受けてベルボベの西の郊外において強力な威力偵察を行ったとして、この威力偵察攻撃は撃退されたものの、数時間後にはベルボベ周辺の、ロシア軍陣地に大規模な砲撃を実施して再び攻勢に転じたと投稿したんだ。そしてさらに、第82空中強襲旅団と第462空中強襲旅団の4個部隊がロボティネの北にあるチュベンコワ渓谷方向から、第15特務旅団の攻撃軸の北側からベルベイブ西郊外を攻撃し、こちらもウクライナ軍砲兵部隊がクラスター砲弾などで強力に支援したと指摘したみたい。しかしながら、このロシア側の軍事ブロガーは、この4個部隊による攻撃もロシア軍がウクライナ軍に大きな損害を与えて撃退し、ウクライナ軍は元の位置に戻ったとした上で、ウクライナ軍は戦力不足を補うため北のマラトクマチカで、待機していた予備部隊をベルボベ方面に移動させていて、ウクライナ軍はベルボベを西側から包囲して、集落への補給路を遮断するかの動きを見せていると主張したぜ。ただし、現在の最前線の位置がすでにベルボベの西に拡大していることと、三重の防衛ラインのうちの2番目のラインの一部に、ウクライナ軍が到達していて、突破する可能性が出ていることをこの軍事ブロガーは示唆しているな。このことを裏付けるかのように、さらにロボティネの南にあるノボプロコピフカ付近で、ウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンが、ロシア軍の車両を攻撃する様子を撮影した動画が XQ ツイッターに投稿されていることもあって、ウクライナ軍が第2防衛ラインに迫っていることはほぼ確実であろうとの見方が広がりつつあるんだ。また、ザポリージャ州メリトポリのウクライナ側のフェドロフ市長は現在、ウクライナ軍の支配地域に退避しながら、メリトポリ市内に残る市民からの情報をテレグラムに発信しているが、同市長によると、ウクライナ軍が奪還を目指すザポリージャ州の交通の要衝トクマクで、ロシア側が任命した市政当局者が市内から脱出し始めたことを投稿したよ。ウクライナ国防省では28日にロボティネの奪還を発表した際に、ロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島を結ぶ、重要な補給路である陸の回廊を遮断することが反転攻勢の目的であるとして、次の目標がロボティネとメリトポリとの中間点にあるトクマク奪還を目指であるとしており、もしこのロシア側当局者がトクマクから逃げ出していることが事実であるとするならば、ロボティネから南に配置されているロシア軍が脆弱で、ウクライナ軍による第二防衛ライン突破を阻止できないと考えていることを示唆しているみたい。このことを受けたフェドロフ市長はロボティネを奪還したことにより、トクマクはもはや最前線の都市となったと指摘したんだ。日本のインターネットでは船に住むネズミはその船の沈没を予期して、停泊している間に陸上に逃げ出すと言われているが、今まさにトクマクでそれが起こっていると揶揄する声も上がっているな。また、別のロシアの軍事ブロガーが発した情報では、29日から30日にかけて発生した。ロシア北西部プスコフ州の空港などでのウクライナ軍によると見られるドローン攻撃をめぐり、軍事ブロガーの一部はこれらの攻撃にラトビアやエストニアが関与しているとの見方を示したが、イギリスの BBC によると、ラトビアのムールニエツェ国防相が30日にこれはロシア軍がツポレフ 22M3 爆撃機や、イル76輸送機などを損失した事実から国民の目をそらすためのでっち上げだとして否定しているぜ。さらに別の7万人以上のフォロワーを持つロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が奪還を目指すヘルソン州の、ドニプロ川東岸に展開しているロシア軍部隊において、榴弾砲などの火砲や弾薬などが不足していることを明らかにしたらしい。それによれば、ロシア軍の旅団司令官は以下の指揮官たちは、火砲による支援や、偵察用ドローンを飛ばすこともなく自軍の兵士を前線に送り込んでおり、そのためにロシア軍の兵士が次々にウクライナ軍によって殺害されているというぜ。さらに別のブロガーもまた、ヘルソン州に配置されているロシア軍の第205旅団はウクライナ軍が渡嘉した、ドニプロ川の中州からウクライナ軍を撃退する命令を受けているものの、
同旅団を支援する榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS が不足しているだけでなく、偵察用ドローンがないために、ウクライナ軍の配置状況などを把握することができないばかりか、弾薬食料も不足しているために、このままでは壊滅させられる恐れがあると、旅団の兵士などからの報告が届いているとしているよ。榴弾砲弾やロケット弾などの弾薬が不足しているのはウクライナ軍も同様とみなされているけど、ウクライナではここに来て国内での武器弾薬の生産力が向上していることが伝えられているみたい。ウクライナのレズニコフ国防相は28日に開催された記者会見で、複数の強力なプレイヤーが同国の武器市場に参入する見込みであることを明らかにしたんだ。レズニコフ国防相は8月末か9月の初めに、良いニュースがあるだろうとして、複数の強力な武器製造企業がウクライナの武器市場に参入する予定で、いくつかの契約が結ばれるはずだと述べたね。同国防省によれば、ウクライナ国内で9月下旬もしくは10月上旬前後の日程で、防衛産業フォーラムの開催を計画しているとされ、武器市場における強力な武器製造関連企業がおよそ50社以上参加する見通しであるというよ。レズニコフ国防省はさらに、ウクライナ国内においては国産兵器の生産が大幅に向上していることを明らかにし、西側諸国から供与されたものの砲弾不足が伝えられている。155mm 弾砲弾の開発が進み、テストを終えて製造が開始されていることも明らかにしたね。同国防省は、155mm 榴弾砲弾の製造契約はすでに締結されていて、最初の発注も実施済みであるとした上で、我々はそれらの国内で製造された砲弾を直ちに最前線の部隊に送ることになり、さらに生産を拡大させる計画も検討されていると付け加えたんだ。ただ、その一方で旧ソ連製榴弾砲用の 125mm 砲弾は依然としてテストを繰り返している段階にあるとし、122mm 砲弾の生産は困難が生じていて進んでいないことも明らかにしたぜ。ウクライナ国内では長射程の弾道ミサイルやミサイル迎撃システムの開発も進められていて、この先の資金確保の問題などが囁かれていて、既存の兵器購入に充てるか、あるいは国内の兵器開発や製造に投資して西側諸国からの援助が途絶えたとしても、ロシアと戦える体制を作り上げるかについて議論が重ねられているというしな。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日夜のビデオ演説でレズニコフ国防相のコメントに同調して、ウクライナ国内の武器弾薬生産能力を最大化していると述べた上で、我が国の防衛産業はより良い成果をもたらすだろうと主張したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。